いやハロー、こんばんは。どうも、町田アニメリアク職人ハマーです。はい、現在1月26日水曜日の午前1時59分ですね。はい、ちょっと今この状況なので一番声が出せます。今ちょっと台所に行ったみたいなので今だけ声出せます。今のうちに自己紹介しますね。はい、ただいま坂本ですが、8話9話と見終えて、9話は、アップロードされました。8話は普通に見てます。はい、僕は普段ですね、町田アイドル芸人ハマーという名前で、一升瓶に乗ってジャグリングしてハマり会、そしてタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主でこの本の著者でもあります。で、普段子供たちの前でショーをしてますけども、現在コロナの影響でですね、去年の2月頃からほぼ無職状態、貯金だけでやりくりしております。で、ほんまに負けそうな時もあるんですけども、とにかく今コロナに負けずポジティブに今このアニメリアク職人活動を頑張ってるんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文に書いてありますんで、ぜひとも読んでください。で、僕とおかんがですね、どれくらいの距離でやってるのかも、説明文の一番下に URL 貼ってるんで見てください。はい。で、僕の、過去のアニメリアクション動画は、再生リストに作品別にまとめてますが、ほとんど過去の分消えてるんで、そのあたり自己紹介動画で喋ってるんで、気になった方は見てください。はい。そして今年9月頃でかい発表があると思うんで、お楽しみに。では行ってみましょう。 Dアニメストアです。パターンですね。よしよしよし、布団に入りましたんで声が出せます。ちょっとだけ、魔王ってどういうことや。
最終的に坂本が全部持っていきそうやな。坂本噛まれそうやな。なんでめでてんねん。止めた。坂本が吹いてへん。生体模写。まさかの生体模写。だんだん本ないぞ。あ、酒飲ますんやな、坂本に。アルコール入ってんちゃう。
お父さん、お父さんやね。炭酸を飲まして、歌を、あれやな、ゲップさせるとでも思ってんのかな。うま。足りないもの。お、はやぶさか。ハヤブサって、最高。ここの傷残ったままないな。飽きて。LL サイズのジャケット。バレるやろ。
やっぱその喧嘩できたか。なんだそりゃやろ。サイゼリアのエスカルゴうまいですからね。なんていうんやろ、ボンジョールの違ったっけ？エクセレント。どうやって移動してんねんこれ。あれ？親父が絡まれてる。フラッキン。どこ見てんの？持たせ。
あら、親父さんおんぶして。豊内めぐみさんどこにいた？天野ゆりさん、つつもたせ。ベテランやで、天野ゆりさん。まあ、今回は一気のラリーですね、クリスマスに、坂本がわけのわからん男子大学生2人に、急にスカウト逆ナンパみたいなナンパでんかなされて、合コンに行ったと、社交の勉強の場だみたいな。いや、おもろかったとにかくあのゲップの瞬間は最高でしたね選曲魔王って、あれ、何語なんやろ、結局ね、歌ってたんが。あの、カバの、罰ゲームのね、あの、マシンをめでて、心開いたりだとか。で、結局、歌声でね、山ほど女性入ってきて、合コンの3人も一緒に、ね、あん中に豊口めぐみさんとかいたのか。ちょっと後でまた見な、あ、ちょっと今、キャストだけ見させてください。あの合コンメンバーの女子とかね、一体誰やったんやろ。つつもたせ、天野ゆりさんなんやね。中学の時天野ゆりさんは結構気に入ってました。あ、両神奈信俊さんやんか。で、伊藤静香さんと遠藤彩さんと豊口めぐさんで、なかなか豪華なメンツですな。はい。で、まあまあ、とりあえず、今回はまあ、それよりも、はやぶさ先輩が実は、ちっちゃい弟をね、面倒を見てたとはね、ああいう意外な一面を見ると、ちょっとね、なんやろ、惹かれるもんがありますよね。弟が、ああ、わからへんな。チンピラ、ヤシロタクさんいんのかいな。
八嶋貴さんってドメスティックの彼女のね、藤井夏夫やね、確か。あ、じゃあ、あれ、江口拓也さんや。矢口、あ、八嶋貴さん、あれやね、あの、オレガイルの、あ、急に名前飛んだわ。主人公ね。急に名前飛んだ、ここにいるんやけどね。急に名前飛んでもうたな。あれ、なんでや。オレガイルの主人公の名前飛ぶとはやばいな。まあまあまあいいです。まあね。まあ、親父さんがまさかの積もたせにやってたってことで、喧嘩まで二人羽織でやってもらうとはね。で、二人羽織で見えてへんのに、どうやって飯をあんなにうまく食うねんとか、まあそういうの突っ込んだらね、何もできなくなるんで。で、エスカルゴに、何見てんだこれは、メンチ切りやがっては、もう、最高でしたね。むちゃくちゃおもろかったな。はい、まあ、ということでね、はやぶさ先輩、ちょっとまた弟たちとね、まあ、母親がいなくても、楽しく、ね、幸せに過ごしてほしいな、というところですね。はい、ということで、坂本ですが、10話でした。よかったらですね、チャンネル登録、高評価はぜひともよろしくお願いします。もう一回言ってきますけども、僕の本職はあくまでも大道芸人で子供たちの前で称してますんでね、自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、全部載っけてますんでね、ぜひ見てください。で、まあ3日ほど前までちょっとね、まあほんまにもうコロナで仕事なさすぎて、また3月もキャンセル来てね、もう完全ネガティブモードになってましたけどもね、ちょっとね、昨日、グレン・ラガンというアニメを見終えてね、今むちゃくちゃポジティブなんで、皆さんコロナに負けずに頑張っていきましょう。ちょっと今、指痛くて人差し指曲がらないんですけども、ね、コロナに負けるなということでね、今アニメリアク職人活動頑張っていきたいと思ってますんで、普段はマジ大道芸人ハマー、 YouTube では今アニメリアク職人ハマーということで、ぜひね、ぜひお見知りおきをお願いいたします。はい、あ、引き替え8番や急に出てきた引き替え8番ですね、八嶋拓さんね。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価ぜひともお願いいたします。どうもありがとうございました。